東京証券取引所はですね、デザインをしたのが1999年なんですね。で開業したのが2000年ですから、ちょうど21世紀に変わるタイミングっていうところで施設ができたんですけども、すごくキーワードになったことは、今もそうなんですが、皆さん東証っていうと、あ、くるくる回ってますねっていうふうにおっしゃるわけですね。つまり今までの空間っていうのは、皆さんいろいろな機能で、美術館であってもそうでしょうし、まあ店舗にしてもそうですけど、その場所を実際に体験するっていうことを頭に置きながら、まあデザインをするっていうのが普通なんですが、東証はですね、実際に、まあ、社会科見学と毎日バタチの時間帯は、当初は今も見学ができますから、もちろん空間を体験もできるんですが、もっとそういうことは1日に何時間もテレビに映ってるっていうことなんですね。そうすると空間を実際に体験はしてないけども、現実的には、皆さんが空間のことが分かってる。でこういうことはやっぱすごいことだな。で、ある種言うと、情報をデザインするという。で、今までは何かの機能があって、その場がいかに象徴的であるかっていうデザインをしてたんですけども、時に限って、まあ、言うと、逆にその、まあ、情報として東証というものがどれだけ世の中に広がっていくかっていう一つの象徴としてデザインしたっていうのが、やっぱり今までのデザインとは圧倒的に違うところで、それがもう、約18年間できてから経ってるんですが、今もう、まあ、当時で1日おそらく2時間ぐらいの延び時間映っていたのかもしれないんですが、今はもっとほとんど東京 MX ではほぼ1日ぐらいに近い状況で映してると思いますから、どのぐらいの方が実際に空間をご覧になってるかっていうのは、まあ、私の今までやった仕事の中でもこれはもうダントツにすごい仕事になったっていうことですね。全体の大きさとしては約2600平米ぐらいですかね、2600平米、高さが13メーターぐらいある空間なんですね。で、これも日本のインテリアのやる空間、まあ、体育館みたいな空間ももちろんあるとは思うんですけども、実際私が経験した空間の中では中のボリュームとしては一番大きな空間ですね。ですから今、テレビに象徴的に映るガラスのシリンダーっていうのは約高さが10メーターありますから、工事中はある意味、まあ、建築の現場に近いような中で足場が組まれていて、まあ、なかなか普通のインテリアの現場で体験するような場所ではなかった。